大事な時間、ね、大事な命、大事なお金を削ってね、この会社にね、大げさに言うとね、みんなこれね、寿命というものがありますので、刻一刻とね、時刻んでいくんですけどね、本当このね素晴らしい、10回目、本当ね、このメンバーの中かちょっと分かんないんですけど、もう最強の雨男を嵐連れてくるようなねメンバーがこの中にいるんですけど、その時はね、一回台風でこのイベントが飛びました。しかも大体半年前ぐらいに箱を押さえたんですけど、なんでその日に合わせて、ね、台風来るんかなみたいな、ね、誰なんですかね、本当多分僕みたいですね。もういつも雨がね降ったりするんですけど、本当にね今日は、まだね、夏みたいな暑さの中ね、集まっていただいて本当にありがとうございます。ここのね、会場を、貸していただいている、中井さんはじめね、スタッフの皆さん、そして、今日出演最初から見ていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、素晴らしい、ミュージシャンとかバンドの方がね、演奏していただきまして本当にありがとうございます。すごい皆さんもね素敵なもう演奏でびっくりしております。本当にありがとうございます。で、じゃあね、じゃあ次の曲をやっていこうと思います。消え去るまで歌う。目覚めればそれは
やっぱり音楽楽しいですね。皆さんのおかげで、楽しく、演奏できております。DTF と書いて、Don't Think Feel っていう、バンドなんですけど、まあね、考えるな感じろっていうコンセプトで、やっております。で、ね、もう何もこう曲は決めるんですけど、何も打ち合わせしないんですよ、うちのバンド。ほとんど。もう本当みんなの気持ちを込めてこのステージで、演奏しておりますので、二度と同じ演奏はないので、楽しんで帰っていただけると思います。で、今日ね、DTF の、ファミリーと呼んでいるんですけど、メンバー紹介してもよろしいでしょうか。じゃあね、一人ずつ、メンバー紹介をしたいと思います。あ、その前にね、今日ね、いっぱい来ていただいてるんですけど、毎回来ていただいてるお客さんもいるし、ビーズもね、先ほど盛り上がってね、皆さんもうもろにね、なんかビーズサウンドを楽しんだと思うんですけど、そのね、コンセプトをやっております、レッドというね、お店のオーナーもね、今日来ていただいているのでね、ぜひね、遊びに行っていただければと思います。ありがとうございます。この前ご本人がね、ちょっと長くなるんで短く言うんですけど、ご本人さんがね、稲子さんが広島グリーンアリーナ最終日、8月にやったんですけど、何の公演かね、たまたま、雑談音楽っていうね、今日オーナーの方がも来られてると思うんですけど、そちらにね、なんと終わったその日にサポートメンバーさんが全員来られまして、罰ゲームのように我々その前で演奏を披露するということを、夢のようなね、時間を過ごさせていただきました。本当にね、そこにシェーンとかね、トクちゃんとかデュランとか、サムさんね、のサインがね、雑談音楽さんにありますので、もし興味ある方はそちらに行かれて、写真撮って、一杯飲んで帰っていただければと思います。じゃあね、久しぶりの、DTF、約半年ぶりぐらいかな、ね、うちの、メインギターやっております、ノリダです。イエーイ。楽しいか。でね、うちのシェーンがですね、うちのデュラン、うちのシェーンですね、オンドラムスハッシー。そして、うちのね、総監督、もう絶対的総監督なんですけどね、もう皆さんご存知の通りね、逆らうことはできないんでね。オンキーゴーミサト。どうですか、楽しいですか。なんか言うことないですか。かわいい。かわいいって言われてますよ。悩んだよ。悩んだ。もう本当、稲葉さんも、まあ、ビーズもなんですけど、歌うの大変なんですよね。で、ちょっとサポート的に、コーラス、すごい心強いです。コーラス、ソンソン。その子で、その子でソンソン。はい、小泉京子がキョンキョンのように、その子でソンソン。ああ、めっちゃ、皆さん、ソンソン覚えてくださいね。ソンソン。で、ボーカルギターをさせていただいております、りょうと申します。本当にありがとうございます。感謝しかないですね。もう10回目を迎えることができて、本当に感謝しております。本当に、スタッフの皆さんもね、お客さんも、演者さんも、本当皆さんがいなければできないのでね、このイベントも
本当にこれからもあのお力添えよろしくお願いいたします。ありがとうございます。イエーイ。で、次のあ忘れてましたねちょっとだいぶ忘れてましたね。よぴー、ね、もう彼はねいつ寝るのかっていうぐらいね寝なくて僕を連れ回すんですよ。もうね万年で不足でね今日も寝ないのね。ね、で、オンベースよぴThank you.
所がありますので、よかったら皆さんで手拍子しながら歌っていってください。本当に今日はありがとうございました。あとコスマーズさん